皆さんこんにちは。マイナビベガルタ仙台レディース背番号10番有町沙織です。今回皆さんにご紹介するのは、新型コロナウイルスの感染拡大予防策として注目されている、お家で簡単に作れる手作りマスクを実際に作ってみたいと思います。皆さんもおうち時間を有効活用してぜひ作ってみてくださいね。レッツチャレンジ。今回用意するものはこちらです。はい、まずは表布の生地を用意します。これは家にあったベガッタくんの手ぬぐいがあったので、今回はこれを使います。そして裏布、ガーゼ生地じゃなくてもお家にあるハンカチや布であれば何でも使えると思います。そして型紙です。これはネットでダウンロードできるのでネットで調べてください。あと手芸店にも置いてるのでぜひもらってください。そしてマスク用のゴムと、あと諸々と、今回はミシンを使います。ミシンがなくても手縫いでできるのでぜひチャレンジしてみてください。作り方は、まず表生地と裏生地を型紙通りに切ります。そして表面と裏面の生地を中表で合わせて生地を縫い合わせます。その後にひっくり返します。そして紐を通す部分を作っていきます。紐を通したら完成です。完成した手作りマスクがこちらです。では実際に今から作ってみたいと思います。型紙を布に合わせてチャコペンで型を取っていきます。今回は贅沢にベガッタくんが中心に来るようにカットします。このような形です。裏生地も、表生地同様型紙に合わせて切っていきます。裏生地のカットラインがここなので、こうやって合わせて、はい、このような感じです。実際に切り終わりました。こちらです。表面と裏面です。そして次にこの表面同士を合わせて、この部分を縫い合わせます。ちょっと印をつけて5ミリから1センチぐらいのところに印をつけていきます。縫っていきたいと思います。はい、表になる方を中に合わせて、そしてこの曲がった部分をきれいに合わせて、ちょっと下手くそなんで待ち針をこうつけていきます。上手な方はいらないと思うんですけど、こうちょっと止めて、そしてミシンで縫っていきたいと思います。合わせて、まずは返し縫い、電源入れて
返し縫い。さっきチャコペンで描いた線のところを縫っていきます。曲線なのでちょっとゆっくりいきます。このような形になります。表がこっちです。はい、この縫ったこの部分をちょっと1センチ間隔ぐらいでこの縫った手前をに切り目を入れていきます。これは適当な間隔で縫ったところは切らないように気をつけて、そしてこの縫ったここを開いて、アイロンがお家にある方はここをアイロンでやってもいいと思うんですけど、ちょっとないので手で跡をつけていきたいと思います。こっちも同様に、次に表の生地と裏の生地を合わせて縫っていきます。この裏同士を外側に合わせて、このちょうど縫った部分を合わせて待ち針で留めます。ここを今から縫っていくんですけど、だいたいさっきのと一緒で、はい、感じです。そして反対側も縫っていきます。はい、このような感じで縫ったら、これをひっくり返します。このような感じで、はい、マスクっぽくなりました。そしたら次、このここの部分をちょっとこう跡をつけて、アイロンある方はここ跡つけてください。
を一回折って、さらにもう一回この黄色のところまで折ります。そして、もう一回留めます。止めます。はい、こちら。次はこちら側のギリギリのところを縫っていきたいと思います。ました。これで生地は完成です。これに紐を通していきたいと思います。最後に耳にかけるゴムを通します。紐通しに入れて、完成です。コロナウイルスに感染しないように一人一人ができる予防をしっかり行っていきましょう。そしてこの苦しい状況をみんなで乗り越えていきましょう。